回は超久しぶりに1000円分ガチャガチャを回してきたので、そちらの紹介と、だいぶ前に回したガチャガチャでまだ開封してなかったやつを開封していきたいと思います。はい、ではいきます。いきます。まずは昨日のいきます。スプラトゥーンの音が鳴るなんかキーホルダーみたいなやつです。僕が狙ってたのはこれです。プラノアニューバーです。で、今回出たのはクイックボムでした。はーい。キュルルルバーンっていうクイックボムが落ちて爆発する時の音が鳴ります。これを抜きます。で、ここを押してみます。すごいね。クイックボムの絵が書いてあります。この真ん中のこのボタンを押すとってなります。あ、ボーイが死んだ時の。え、いい。他の色も欲しくなる。次は、じゃあ私が欲しかったこのチーズ。これチーズはスクイーズだと思ってやったんですけど、じゃなさそうです。じゃない。デリシャスチーズコレクション。ラインナップはシークレットも入れて6種類だったんですが、私はゴルゴンゾーラが出ました。ゴルゴンゾーラ。イタリア産ブルーチーズの一種、青カビで熟成されていますが癖が少なく割と柔らかい風味を持っています。匂いはさすがにしない。次は行ってきますか。こっち、こっちね。りょうくんが欲しかったランタンです。行きます。ランタン麺。コールマンランタンミュージアムシーンズコレクション全6種で、りょうくんが欲しかったのは黒だったんですが、じゃん、ターコイズブルー的なのが出ました。写真とは違う色が出てびっくりでしたね。はい、はい、かわいい。ではやってみます。絶縁シート抜いてピッ。かわいい、かわいい、かわいい。あ、いいじゃん。すごいいい。ガチャガチャはボールチェーンが多くて、ボールチェーンってよくピッて外れてポッと落ちちゃうんですけど、これだと緩まったりしないからすごい落ちにくいと思います。りょうくんブルーいらないんだったらそれママにちょうだい。いる。あ、いらない。次は学校の机と椅子とカバンです。あのランドセルかスクールバッグが欲しかったんですけど、なんとなんと机でした。でも可愛い。なんかランドセルは国語辞典付きで、スクールバッグは生徒手帳付きです。あ、ちゃんとここ引き出し入れるゾーンみたいのある。ここランドセルかけるゾーン。あ、でっかチーズ。かなりリアルにできてます。色とかもすごいリアル。ここからが今まで忙しくって紹介できてなかったやつです。はい、じゃあ行きます。ポケモンスロットル XY&Z。XY&Z でだいぶ前だよね。コインは6個ついていました。うわ、かっこよくなった。まずここの穴にコインを入れます。はい、じゃあ5個が限界でした。コイン入れるの。いきます。あー、取らなかった。わー、難しいね結構。当たりならコインをゲットって書いてある。あ、あった。あ、ああ、当たりの状態でここを押すとコインが出てくる。お世話出てくるんだ。2個出てきた。あ、ラッキー。ああ。もう全部出てきた。おお。面白い。なんかゲームに使えるね。うん。当たった人からお風呂入っていいよとか。外れたら、おやつなしとか。はい、次はこちら、懐かしのピュートピクリコーダー。これは私が欲しかったやつです。ブルー、ピンク、ブラウン、ブラック、ノーマルっていうのがあって、私はブラウンが欲しかったんですけど、学校のやつがブラウンだから。開きます。ブラックでした。で、今机にメロディオンの消しゴムが置いてあって、そこに置きたいなって思ったのでこちらを回しました。それってさ、吹ける？吹けると思うよ。穴開いてる。わ、すごい、吹ける。音変えられるかな、これ。
ちょうど高い。すごい。あ、これ、あ、ちっちゃいからむずいむずい。あれ？たまる？11.5センチ。ちっちゃ。これはジェドリームから出てます。最後はこちら、つぶつぶの光るやつです。開けます。まずこの黄緑のやつはドナまるまるです。さあ何でしょうか。ドナルド。でもでも他にあるの。ドナ何があるの。ドナドナッドドナそれ絶縁シートを抜く。抜いた。あ、でこれちなみにラインナップは、ミッキー、ミニー、ドナルド、ペリー。おお、顔が光る。顔が光る。ペリー、クマのプーさんです。わ、やっぱオレンジなんだ。ライト消します。せーの、ペリー。ペリー。あ、さっきのカメラのレンズにドナルドがめっちゃ反射してる。さっきのランプも明るい。これはなんで3回も弾いたかっていうと、最初1回弾いたらミニーちゃんが出て、ミニーちゃんいるんだったらミッキー欲しいねっつって、もう1回回したらミニーちゃんが出て、でもう1回回したらこのドナルドが出ました。でそれでもう諦めました。で机よりリコーダーの方が大きい。はい、今回出たものはこういう結果になりました。巨人です。はい、以上ガチャガチャでした。バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。